女子 75kg 級のメダリストたち。左から順に、ナタリア・ザボロトナや、スベトラーナ・ポドベドは、イリーナ・クレシャ。2012年ロンドンオリンピックのウェイトリフティング競技は、エクセル展覧会センターで、7月28日から8月7日までの競技日程で実施された。国際ウェイトリフティング連盟が主幹。合計260名が参加。 国際重量を上げる延命は2016年7月27日、国際オリンピック委員会のドーピング検体の再検査第2弾で陽性反応を示した11選手の名前を公表し、ロンドン五輪銀メダルの岩のふ、右上写真のザボロトナヤも含まれていたことが明らかになった。出場枠は以下の通りであるため、一つの国、地域で全ての階級に出場することはできない。 また、1階級につき最大2人まで出場できる。出場枠は、前年、前々年のウェイトリフティング世界選手権の成績をポイント化し、以下の通りにまず出場枠が決まる。さらに、各大陸の予選でを決める。ただし、ここで得られる最大出場枠は、各国、地域につき1枠のみで、世界選手権で、すでに出場枠を確保している国、地域は除外される。 ここまでで出場権が得られていない国、地域においても、主要な国際大会で好成績を収めた選手及び参加、委員会招待枠についてはその選手に対して、出場権が与えられる。この場合のみ出場できる階級が限定される。詳細な規定についてはも、最終的な各国出場枠については2012、ロンドンオリンピックゲームズクオリフィケーションサマリーを参照のこと。 ありがとうございます。